J1 通算300勝達成しました。はい、ということで古川です。今回はですね、明治安田生命 J1 リーグ第8節川崎フロンターレ対サガン鳥栖の試合を振り返りたいと思います。はい、ということでね、まあちょっと冒頭にも話しましたけど、今回の試合、まず、1対0で川崎フロンターレ勝利しました。はい、でしかも、まあ、その勝利で J1 リーグ通算300勝となりまして、確か史上10チーム目だった気がするんですけど、はい、達成ということになりました。はい、まあ、しかもこの J1 1勝目が今監督やられてる鬼木監督が試合に出てたということで、まあやっぱ歴史を感じますし、まあ、しかもこの300勝のほとんどがね、中村健吾選手と共に挙げた勝利ということになると思うので、はい、なんか感慨深いものありますね。はい、またね、どんどん勝利重ねて400、500とどんどん積み重ねていってほしいと思います。はい、ということで試合ですけど、まあ、この試合両チームとも本当に、まあ、順位も上ですし、調子がいいのを伺える試合となりました。うん、まあ、インテンシティ高くて、球際も結構強めに来てて、まあ、そのおかげで川崎の選手たちもやっぱテンポがどんどん上がっていって、やっぱああいう風にしっかりと戦ってくれるチームが相手だと、やっぱフロンターレもテンポを上げられてより戦いやすくなるのかなっていうのをこの試合で感じました。まあ、もちろん鳥栖はね、やっぱ相当ハードワークできるチームですし、結構強く来てたんですけど、それによってフロンターレの選手プレースピードで上がってって、本当面白い試合になりました。で、まあ、前半はやっぱ攻めはかなりね良かったんですけど、ちょっと決定機を外しすぎて自分たちで難しくしたのかなっていう印象は感じましたね。うん、まあ、鳥栖が、うん、やっぱ鳥栖のね戦い方もボールを大事にする戦い方なので、ポゼッションしてくるチームなので、やっぱ後ろから繋いできてくれて、やっぱそれによって川崎の持ち味であるプレス、ハイプレスがうまくはまってね、結構、うん、高い位置でボール取れてショートカウンター打てるシーンが何度もあったんですけど、やっぱそこで決めきれなかったのがやっぱり難しい試合にした、うん、要因かなっていうのは感じましたね。やっぱしない、下で繋いでくれた方がフロンターレとしては守備はしやすいので、うん、まあその形で、まあ、前半 0-0 で折り返して、まあ、後半、まあ、結構後半はね、トスもあまり無理して下で繋がないで、結構裏にサイドバックの特に上り里の方かな、上り里選手の方に結構ロングボール蹴って来ましたね。うん、ただ、まあ、もちろん川崎も別にそれは苦手というわけじゃないので、しっかりと上里選手も山根選手も体張りますし、まあ、センターバック2枚 JJ と谷口、この2枚は当然ねカバーリングも素晴らしいので、まあ問題なく守備はできていたかなと、はい、思います。で、まあ決定的になったらやっぱりね、鳥栖の田代選手の一発退場、マドグソと言われるもので退場ということになりましたけど、まああれは、うん、で、まあいろいろ言われる方多いと思いますけど、まああそこでね、後ろから掴みかかったら退場でしょうという感じはします。まあもちろんダミアンのスピードがどうだとか、ゴールまでの距離がどうだとかいう方はもちろんいらっしゃると思いますけど、まああれは退場
になるんじゃないかなと。あそこまで、しかもボールチャレンジしてませんからね。なんかボールチャレンジしたらなんか一段階下がるとかいうのは聞きましたけど、ボールチャレンジしないで完全に体をつかみに行ってたので、まあ、あれは退場になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、あれはダミアン選手うまかったですね、普通に。まあ相手が来るの分かってて、ボールでつついて、頭でボールをつついて、で走っていったので、まああれは止めるしかないか、ディフェンダー何もせずに見るだけにするかっていうので、まあ多分ディフェンスの本能としてやっぱり抜かれたっていう焦りで多分手が出たと思うんですけど、まああれは退場で僕はいいと思います。はい、で、まあ、そこから数的有利になって、まあ、やっぱボール持つ時間がどんどん長くなっていって、うん、まあ遠野選手がね、まあ、ちょっとごちゃごちゃした状況になっちゃいましたけど、まあ、最終的にボールがいいところにこぼれていって決め切ったと。はい、今シーズン2点目となる決勝ゴール、素晴らしかった。うん、まあやっぱ鳥栖にはね、去年2戦に分けと唯一勝てなかった相手だったので、やっぱそのモチベーションもあるだろうし、まあね、苦しみましたけど、まあさすが鳥栖と言ってもいいかもしれませんけど、うん、勝ち切ったの本当に良かったと思います。はい、で、まあこの試合気になったのはやっぱ清水選手が相当良かったですね。やっぱ相当、まあね、中断入る前のレッズ戦も良かったんですけど、中断入っていろんな練習できたこともあって、おそらく川崎の戦い方をかなり、うん、分かってきて、なおかつやっぱアンカーのポジショニングはやっぱ相当取れるようになってきて、でやっぱもともと持ってる予測、守備攻守に両面においての予測もかなりね良くて、やっぱインターセプトのシーンも結構多いし、うん、で攻撃時のポジショニングもやっぱ取れることによって、周り見れいいポジショニング取れて、やっぱ周りを見れて、なおかつやっぱボールコントロールもスムーズになりましたね。うん、まあワンタッチはたくところをはたいて、でやっぱ前できなかった、ワンタッチで後ろ向けるターンができる、やっぱあれはできるようになれば相当やっぱりね、川崎にとって、川崎のアンカーにとってはやっぱり相当優秀になるので、やっぱそれができるようになったことで、やっぱ全然攻撃ね、球出しがスムーズになっていって、清水選手もやっぱリラックスし、リラックスしてプレーできるようになったと思います。はい、余裕が以前より格段に上がったと思いますね。ボールコントロールしてからの余裕が、やっぱそれは川崎が持ってるトラップの正確性を清水選手も身につけたということだと僕は思っています。はい、やっぱそこは本当にでかかったかなと思います。はい、まあなんか唯一ちょっと懸念というかは、三笘選手のドリブル、うん、中へのドリブルは結構ね抜いてたりしてたんですけど、縦がなかなか抜けなくなってきてるかなって、引っかかり、相手も結構引っ掛けるシーンが見れて、ちょっとそこは気になりましたね。うん、まあもちろんまだまだ、まあ結構ね警戒されてると思いますし、対策もねしてきてると思いますけど、そこら辺はちょっとね、まあ今三笘選手苦しむタイミングなのかなっていうのは、はい、感じましたね。まあ2年目なんでね、
去年がやっぱすごすぎたので、まあ、今年は対策取られて、でそれを殻を破る絶好のチャンスなんで、はい、頑張って破ってまたね無双してほしいですね。はい、それで東京オリンピック行って、そっからまあ、うん、まあ川崎フロンターレのファンからすると寂しいかもしれないですけど、海外行って、うん、大活躍してほしいなと。そして代表でエースになってほしい。そのぐらい僕は夢が膨らんでますね。はい、なので、まあ、今はちょっと苦しんでると思いますけど、はい、その苦しんでる姿もいつかいつかね、殻を破ってもっとすごい選手になると思うので、それを楽しみに応援していきたいと思います。はい、でまあチョン・ソンウン選手が全治 3週間か4週間の怪我で、山村選手が、まあ、肉離れ全治3ヶ月ということなので、山村選手はちょっと長期離脱になりますけど、ちょっと怪我人もちょっと増えてきてはいるので、うん、ちょっと気になりますけど、まあ、でも代わりの選手もねしっかりと、それこそ丹野選手なんかね安定してますし、まあ、当然そんなにね攻められる機会っていうのは多くはないんですけど、まあ、的確な守備、的確なコーチングとかもできてるんだと思いますし、まあそんなにチャンス多くはないですけど、シュートもしっかりとストップできてますから、今のところ不安は全くないかなと思います。はい、なのでまあまだまだ試合が続いていきますけど、頑張ってほしいと思います。はい、でまあ次は日曜日の FC 東京との試合になりますけど、玉川クラシコ、まあ、東京も調子上げてきてるので、はい、頑張って、まあ難しい試合になるの間違いないんですけど、去年の、ルヴァンカップの借りをぜひ返してほしいと思います。はい、ということで、まあ、今回は以上になります。はい、J1 通算300勝になる試合を振り返りました。はい、ぜひね、ぜひ少しでもいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。